神山です。日経平均が1ヶ月程度調整しています。これは主に半導体関連の株価調整が原因と見ています。地政学リスクによる心理的な影響は多少あると思いますが、4月に入ってから原油価格は下落しており、中東の地政学リスクは原油価格を上昇させ、アメリカの景気を悪化させるようには見えません。一方で昨年末以来の日経平均の上下動は、アメリカの半導体関連銘柄の指数であるソックス指数と似た動きをしています。特に4月に入っての調整はタイミングが似ています。昨年末から日経平均は原油価格上昇を気にせず上昇してきました。原油価格は地政学リスクよりも昨年末以来の米国景気の回復期待で上昇してきたので、株式市場は気にしていませんでした。イスラエルとイランの紛争は今のところ産油国であるサウジアラビアやアラブ首長国連邦を巻き込んだり、日本などへの原油の輸送に支障を期待していませんし、100ドルを超える勢いはありません。一方で日経平均は世界の半導体関連銘柄のニュースに神経質になっています。世界の株式市場が半導体関連企業の決算や今後の見通しに敏感で、台湾の半導体企業の決算が想定通りであったにもかかわらず、同社が今後の半導体市場の見通しの表現を少し変えただけで大幅に下落する局面もありました。株式市場は強い期待と不安でブレが大きくなっていますが、日本経済が弱る兆しはありません。今後しばらく日米金融政策変更などの材料に敏感に反応し、市場のブレは大きいと見ています。以上、神山でした。